ンターレでございます。本日は田園学園調布大学の学園祭に参加させていただくこととなりまして、もう間もなく選手2人、アン選手、杉山選手登場してのトークショーとなります。本日司会を務めさせていただきます田中和也と申します。どうぞよろしくお願いします。さあ、そしてチームマスコットフロンタです。フロンタは喋ることはできないんですが、一発芸を持ってます。じゃあフロンタ君、3、2、1。はい、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、田園調布学園大学の皆さんにはですね、川崎フロンターレ非常にお世話になっております。ホームゲーム時には託児室、それから熱い応援を非常にいつもいただいております。さあ、もう間もなくですね、選手が登場となりますが、その時はですね、皆様大きな拍手でお迎えいただきましょう。それではしばらくもうしばらくお待ちください。さあ、フロンターも選手2人を待ち望んでおります。さあ、それでは選手お二人登場していただきましょう。大きな拍手でお迎えください。背番号27番アン・ピョンジュ選手、そして背番号1番杉山力弘選手です。大きな拍手でお迎えください。さあ、それではまず選手のお二人に自己紹介、それから皆さんに挨拶をしていただきたいと思います。じゃあまず向かって右手のアンピョンズ選手からお願いします。こんにちは。今年中央大学から、川崎フロンターレに入りました、アンピョンズです。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて杉山選手お願いします。こんにちは。在籍8年目のゴールキーパー杉山力弘です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは選手お二人には、お座りいただきましょう。どうぞおかけください。さあ、本日は学園祭ということで非常にこう盛り上がった雰囲気で、やっておりますけれども、アンピョンジュ選手は、今年2013年に加入して、大学を卒業して2013年に加入したので、つい最近まで大学生だったということで、はい、この学園祭の雰囲気いかがですか？なんか、はい、懐かしい感じです。大学の時にはそういう学園祭に参加するっていうか行ったことはあったんですか、アン選手は？1、2年の時はなんか全然あんま興味なくて行かなかったんですけど、興味なかった。3、4年は参加してちょっと見て回ったりして。じゃあ特に自分がお店を出すとか、はい、そういうことはやってなかったんですか？あ、そうですね、サッカー部はもう全然蚊帳の外って感じだったんで、学園祭にはあまり参加させてもらえず、はいはい、一方の杉山選手は、高校を卒業して2006年に川崎フロンターレに加入します。大学には、縁がなかったというか、行く機会はなかったと思うんですけど、どうですかこういう学園祭っていう雰囲気は？いや、初めて来たのですごい楽しみにしてきました。はい、非常に盛り上がってますよね。そうですね、うどんとか揚げパンとかなんかいろいろありましたけど。はい、そうですね、可愛い子たちいる。トークショーをしながらそれをやるっていう杉山選手のその技にびっくりします。はい、そんなお二人ですけども、ちょっとね、今日は、学生の方が非常に多いってことなんで、お二人にですね、学生時代どんなことやってきたの、どんなことをやってきたのかなっていうところをね、ちょっと聞いていきたいと思うんですけど、まずアン選手、バイトとかされてたんですか？あ、バイトは1ヶ月ぐらいだけやってました。1ヶ月だけ。ちなみに何をやられてらっしゃるんですか？あ、一応ジョジョ園っていう焼肉屋で。ジョジョ園。でも今僕がちょっと気になったのは、なんで1ヶ月だけなんですか？いや、もうここはもうダメだと
ダメだって言ってたそのジョジョエンさんが非常に厳しかったと。いやもうなんか手の回し方とかもこう右手を左手を前にして添えてなきゃいけないとか、なんかすごい厳しくて、要するに接客のマニュアルが非常に厳しかったと。そうですね、声も大きく出さなきゃいけないとかあったんで、はいはい、なるほど、はい、一方の杉山選手、学生時代は、はい、アルバイトはいや、したことないですね。したことがない、はい、したことがないってことだったんで、したかったんですけど、はいはいはい、する間もなく、はい、こっちに来ちゃったんで、はい、じゃあもし自分がバイトをするって言ったら何してました？いや、あでもなんか飲食店で席なんか人と触れ合うのがいいかなと。はい、おしゃべりがお好きだと。そうですね、達者ではないですはいはい、ということで、まあ、接客業をやってみたいということでしょうけども、でもしこういう、まあ、学園祭にねもし参加するっていうのがあって、ご自身でもし何かお店をねこう出すって言ったら何かやりたかったこととかありますか？アンセンしか僕は持ってます。マシュマロクッキーですあそこに書いてあるあそこにあるやつ、そっさに言いました。ありがとうございます。すいません、無茶な質問で。杉山選手何かありますか？僕でもファン感謝デー、あチームのファン感謝デーで飲み物売ったりとかして、はいはい、でなんかお酒で今なんとかリッキーってあるんです、はい、っていうのがなんか出だした頃 で、はい、でなんかそれと一緒になんかその店に僕が立ってました。あそれのやりたいと。そうやりたかった、はい、ということでしたけども、あ普段まあ、練習終わってどっか食事とか行かれたりすると思うんですけど、選手とよく食事に行ったりするんですか？アン選手は力さんとも結構よく連れてってもらう、はい、焼肉が多いですね。ジョジョ園も行くんですか？ジョジョ園は行かないです、ね、ジョジョ園は行かない、はい、ジョジョ園は行かないと。力選手も杉山選手も、はい、そうですね、よくアン選手と、はい、焼肉がやっぱなんかどの選手と行くにしても焼肉やっぱ美味しい。ああ、はい、へえ、そうなんですね、はい、ちなみにお休みの日は、まあ、めったにないと思うんですけども、どういったことをされてるんですか、選手？僕は主に読書。読書、はい、今会場からはえーっていう声が届きましたけど、それはどういう絵なんですか？してないだろうっていう。あ、してないだろうっていう絵でもそんなことなさそうですけどね、はい、漫画と、はい、漫画の読書、漫画です、漫画でした、失礼しました、はい、杉山選手はお休みの日は？僕は、まあ1日に1回はどっか外出たいな、太陽を浴びたいな、はいはいはい、感じなんで、具体的には、まあ、別に何をするでもないですけど、ちょっと渋谷にフラッと、はい、ショッピング的な。そうですね、はい、ショッピング好きですか？ショッピング好きですね。ショッピングとかよく、まあ、この選手とよく行くみたいな。矢島選手、またちょっと意外なところでしたけど、はい、ということでちょっとすいません、お時間がですねちょっと押してるということなんで、ね、ちょっともうちょっとね選手のいろいろと聞きたかったところあると思うんですけども、まあ、プライベート中心にねいろいろちょっとお話をさせて、こう学生生活こんなことしたかったみたいなことをね、聞いて、来ましたけれども、最後になんか皆さんからこれ聞きたいみたいな、皆さんからなんか質問があれば一つだけ。じゃあ奥のちょっとごめんなさい、お子さんが手を挙げてらっしゃるんで、お子さんにちょっと聞いてみようかなと思います。好きな食べ物は何ですか？じゃあ好きな食べ物ということで、まずじゃあアンセンション、梨ですね梨美味しいですね、でも、はい
杉山選手は僕はみかんです、ね、同じフルーツで来ましたけど、どっちかというとみかんの方が珍しいぐらいですけど、はい、ということで、まあ、それぞれ2人にもお好きなフルーツがあるということで、ここでちょっと締めくくりさせていただいて、最後にお二人から、皆さんにメッセージをですね、もらって、お開きにしたいと思います。では お二人ご起立いただいて、最後にじゃあまずアン選手からきょうの学園祭もちょっと残り時間短いと思うんですけど、皆さん楽しんでいってください。はい、ありがとうございます。では最後に杉山選手に仕事いただいて締めていただきましょう。お願いします。若いうちにしかできないことをしましょう。楽しみましょう。はい、ありがとうございます。トークショーはここでお開きとさせていただきます。この後サイン会ございますので、そちらにも川崎ロンタルのブースにお越しいただいて、選手の方にサインの方していただいてお帰りいただければと思います。それではアン選手、そして杉山選手、どうもありがとうございました。大きな拍手でお願いいたします。はい、ありがとうございます。そしてお知らせにはなりますけれども、11月20日には、天皇杯山形戦が控えております。そして J リーグ、残り3節となってきまして、11月23日には浦和戦がアウェーでございます。皆さんも、応援の方ぜひともよろしくお願いいたします。さあ、そして最後になりますけれども、本日もやもやサマーズ、テレビ東京のもやもやサマーズになんとフロッタ君出演します。18時半から番組がスタートして、どこの枠でちょっと出るかっていうのはわからないですけども、ぜひともそちらもご覧いただければと思います。以上をもちまして川崎フロンターレ、アン選手、杉山選手に特賞、ここでお開きさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。熱い応援ありがとうございます。ではですね、ここでこれよりサイン会に移らせていただきますが、サイン会につきましては色紙等はですね、こちらでご用意しておりませんので、選手にサインしてもらいたいものをですね、皆さんご用意していただいて、ブースの前にお並びいただければと思います。よろしくお願いいたします。